何何これ何これキモジャッタルに話しかけちゃいけない感じで俺のパンチは108まである100式から様子を見ようああやばったいいやつじゃんごめん自分のこと勘違いしてたわよし、では今回絶対に切れてはいけない無人島生活行ってみようか、うん、OK、さあそのお相手は誰かと言いますとゆみちゃん、うわー一番切れそうこれで最終日までに切れた回数が多い方が、うん、犬汁をいただきます。よろしくお願いいたします。実写でね、実写実写、実写で行こうか、OK さあ行くぞ、ゆぶくん事故るわ、ゆぶ何してんだ。さすがに絶頂しないタイプかな、うん、炊事場からスタートか。イブ君、食堂調べるよ。かサボる気だったんだろう、まあ、どうせよ。やべえ、見られちまった。あーでもキラキラしてるわ。こんな僕にも話しかけてくれる子がいるなんて、ね、黙ってれば顔はでもかっこいい方なのか、うん、なんかね、美人寄りなのか。そのつもり。あーあーサボるつもりじゃなかったんじゃない。私もです。大丈夫か。いいけど俺コミュニケーション下手くそで、あ急に仕切り始めた。勝手に仕切んなよなって言いそう、早速、うん、こっちが仕切んなきゃなんか何も知らない。ああね、いっそね、うん、分かった、何も見つかりませんでしたとか言いそう、ミーティングで。ゆとりか、ゆとり、ゆとりだよ一番ゆとりじゃん、うん、あなんだろうこれ。そんな荒らして帰っていったの、前の利用者たちは。そんなめちゃくちゃクソ客だ、クソ客、クソ客だよね何かあった、ここまで来てさ、何かあった。バケツみたいな、布みたいな、また壊れた無線機ではないのか。分からんぞ、壊れた分からん、無線機が出てくるから。あ、すげえ、これは一番優秀じゃん。これ一番大事じゃない、うん、無人島で。でかしたでかした。あ、これ受水器なんだ、うん、あ見たことないから分かんないわ、どんな形か。上から水を入れれば下の蛇口から綺麗な水が出てくる。かなり高ゼロ。なんで知ってんの、そんなこと。イブ実はなんか綺麗な水しか飲めないタイプ家にあるのに。これを覚えないと僕は両親から殴られていてねかわいそうな過去がだからこんな日でくれこんな日でくれちゃったそれを今回私たちがさ、立花さんのように仏のような心でさ、うん、見守ってあげようよ。一回も切れた回数0回目指してさ、これがあれば飲みると大丈夫ね。どうかな、ね、ありがたい。これなかったら大変だった、いちいちね沸騰させてって。あと2つ同じのがあったら違う。あ、そんな、なんか水地場の近くにあるでっかいタンクが浄水器だと思ってたんだけど、こちらは高性能の、ね、ちっちゃいってことはそんなに作れないよね。今の人数でも十分まずい。ああ、あなたなかなか言わない。あんただ、なんともないです、なんともないです、あぶねいいんだよ、イブ君。そう、よかった。好きなように呼べよ、私を。じゃあよかったね、優秀だね。なんかイブのことをバカに仕掛けてたけど、うん、一番大事な浄水器を見つけてくるとは。魚の釣れねえバカとは大違いね。確かに。あ、押したりをディスる回数はカウントしないから。イブをだから。じゃあ、イブをディスりそうになったら、押したりに犠牲になる。押したりに、やったりすればいい。まあ、君はそれだろうって、まあ、イブは、いや、イブや、まあ、イブ押したりに比べたらマシだって。そう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 、押したりと比較すれば。押したりは何だと思ってんだって。押したりファン全国に多いのに、うん、割と喧嘩を売るスタイル。危ない。あれは一匹も釣れなかった、押したりがいけない、ちなみに実況はしてないけど、うん、タカさんと乾、日吉、ムカヒ、立花さんもクリアしたんだけど、神尾、神尾、あ、神尾、そう、神尾もクリアしたんだけど、壊れた無線機はそいつらじゃなかったんで、この中にまだね、壊れた無線機を持ってきたバカが残ってる。いや、押したりじゃねえわー、意外とね、ありえるな。さあ、イブくん、何してんだい。あんまりつきまとうとあれかな、うん、立花メンバー、ね、本当は、本当余計なのが一人いる。ね、データ取りに行ってんじゃん。イブキュン。イブキュン。イブキュン。かっこ笑い。イブくん。またはうっとうしいなとか言われそうだ、そろそろ。何何来るもの拒まずか、意外と。優しくされたいんだもんね、多分。越前龍馬にさ、なんであいつばっかりいい思いしてよって言ってたから、うん、優しくされたいんだよ、きっとね。うん、立花さんに穴ついてるし。じゃ暗い、やっぱ家庭事情があるじゃない。うん、そう、辛い過去があったのかもしれない。私どうやっちゃうかな。なんでそんなこと聞くかな。まあ、そりゃそうだ。そりゃそうだ。イブに聞くのは間違ってる。すべて。立花に聞く。立花に、そうそう、手厚い保護もしてくれる。そうそう。イブに聞くのは間違えてる。あんたさ、逆にこうね、慰めてあげるぐらい。プラスに、
いや、それはそうだ。私、君に言われたら最後だ。この合宿所で一番暗いの君だろ、多分。そうやって暗い顔してたら、俺をね、みんな気をつけて。闇から解き放ってあげようという実況ですよ、今回は。うん、まあ、うん、そりゃそうか、うん。意外とみんな見てるもんね、うん、浮かない顔をしているなとか。言ってくるもんね。ごめん。会話が続かない。謝った。いいやつじゃん。ごめん、イブのこと勘違いしてたわ。謝れる子なんだ。別に。たわけがバシッ。意外とサナダ入ってくる。向かい編でも急にサナダが割り込んできてね、気合でね、果物を落としたりしてたから。心配しないで。俺たちだって、ちゃんとやるべきことをやっていくし。はい。あんたの。お、ほんと、すごいじゃん。いいじゃん。ほんとか見つけられるのか、君に。上っ面だけの。確かに。うん、まあでも嘘つくタイプじゃないからね、本当に見つけようとしてんじゃない、すごいじゃん。うるさいな。ああら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 このやあ、なんでもなんでもあやねん、いい子だよ、あらあらあらいい子じゃないから、めんどくさいながらもこう助けてくれようとするいい子ですよ、これはこれは気を使うな、こっちもまだまだ出れんのか、イブって年相応のコミュ障な中学生って感じ。まあそっか、いそうだよね、うん、この子が恋愛をするところがイメージないけど、い果たしてどういう、向かいです、じゃあ向かい全然聞いて真逆じゃないか今のだけ聞いたらさ、惚れる要素一個もないから、ね、ないね、ないね、たまたま一緒に作業をする羽目になっちゃいましたみたいな。スインズイ、スインズイ、スインズイ君かな、イブキュンかな、イブキュン、イブキュン、どっちか神岡立花だよね、うん、だろうね。で、まだ初日はあれか。神代じゃないか、同い年だし。意外と、うん。まあ、そうだね。神代の時結構イブがね、食いついてきて、いいポジションだったんだよね。僕の男に手を出さないでくれるから。すわ、高さん、高さん、高さんも一回落とすの失敗したんだよ。手強すぎる。高さんの分際で英語の見せんじゃねってね。こらって。眉毛それってねえ、眉毛の形整えたらいけそうなのよね、髪型ルパン4世なんだもん、ね、意外と寿司屋の息子の割に金髪じゃないか、茶髪に染めてるっていう、地毛か、地毛、お母さんが実は海外の方でしたって、てかあれだね、今思ったけどこれ、うん、絶対なんか橘とかさ髪型と一緒にしてくれるの、固まってる、本当だ、うん、橘さんと話してんのに邪魔すんなよって言ってくる、うん、辛いな、逆よりいいか、立花さん、もう終わったから、うるせんだよ、おめえはって。狙われてる、狙われてるぞ、タカさんに。イブキュン。何か言うの、特に。わーわーダメだ、多分この手の会話嫌いだぞ、イブ。そうね、陽キャラのやることだぞ。ねえ、そう、やったことないよ、多分。何、どの件って、ハグいろいろあるだろう。ああ、まあね。そのうちの一つって言っただけでさ。そうだよね、それはあるよね。ね、イブカセカは聞いたことある。ない、絶対ないね。ない、ない、ないに 100%。あるね、いや、嘘だな、嘘、嘘。私、やったことないんだけど、それ代わり、負けた。そうなんだ、いつイブに負けたわ。そんなの聞かなくてもいいだろう。ねえ、いつかは別に。たがるよな、そんなことあるよね、とか言って。はい。あ、不動見ででね。じゃあみんなね、仲良し、みんな2年生でさ。あ、立花さんに対してもそういうこと言うんだ。立花さん、ちょっと聞いてくださいよ。うん、あ、じゃあこいつよ、近くにいるしね。あんな割り方だと、ほとんど食べられないし。ほとんど食べられないし。たし、粉砕やるもん。スイカがすべて汁になるって。粉砕で、粉砕。波動球だ。あ、そっか、石田がやっても、粉砕色取る。食べそうでいいね。イブは綺麗にスパンって割りそうだ。人にばかり話させるのは全然。そんな、その情報の開示をさ、あら、50-50でいきたいよね。なくても自分から話すべきだろう。お、 お前らってこっちのこと聞きたいんじゃないのかからね。ない。いや、どうするよ。あるゴールは。ない。ないよね。で、聞くぐらいだからやったことない。あ、スター、なるほどね。確かに。そっか。だから興味あんだよって。うん、ない。ない。だから、あー、だから、ね、だから聞いてみた。言うて、言うて君にも、あの、うん、興味はないんだけどね。確かに。別に私、推しキャラでも何でもないっていう。あ、どっかでスイカが見つかったら、あんのか、この島に。じゃあ見つけたら、君が見つけてくる、ね、見つけ、海側に頼んでね、で見つけてのやりたいって言ってるよねって、うん、最終日ぐらいに行ってくるか、これで。さあ、あー、曲がりにくいな。テニスできんじゃないの、これ。あ、そっか、髪の時に多分ね、イブに何回か話しかけたから、特にでも目立ったプレイはないよって話してた気がする、うん、さて、どうなんだこれ。最終は言っとくか。話続くか。黙々となんかやってる。こっちがよっぽどね、喋りたがりじゃないと会話続かない。一
食料探してるの。食料探しね。何何とはってここまで来てさ、見てるだけっていうこともない。当たり前じゃない。キノコか。別に。ああ、拒否はしない。こっちもある程度マイペースじゃなきゃいけないから。髪の毛結んだ方がいいんじゃないの、この無人島生活。主人公も長いけどさ。キノコ。キノコ。どんなキノコ？ああ、大丈夫か。あんまり追求すると怒り始めるぞ。そんなの知るかよ。ね、キノコなら何でもいい。うわあ、一応でも食べられないやつは、イブのことだからさ、毒キノコいっぱい取ってさ、龍馬に食わせる。龍馬とかに食わせてやろうとか言ってそう。うるさそうな桐原とかでも食べさせそうな。あるな。確かにね、足がなんかビリビリしそう。君はなんかトップスピンとスライスでやってスポットスポットがやられたよね。体が急に動かなくなる。あんた黙ってないいじゃん、別に喋って探してもいいじゃん。ねえ、うかつに集中した方がいいか、うん、毒キノコ見間違えちゃう。いいけど返事するのがめんどくさい。ああ会話広げろってね。そうね、返事するとすらめんどくさいんだ。あ黙って。ああおお、喋ることあんの？いや、話しかけないでくれるって。ねえ、ねえ、うん、返事するのめんどくさいんですけど。ああ、どれ？君が変って言うなら相当変なんだろうな。何これ？え？ドクテングだけ。かな。何？何じゃこれ？何これ？キモ。不快が広がってる。何これ？いやー！大丈夫これ？このゲームに出しちゃいけないよ。何これ？え？相当キモいぞ、これ。おい、見ろよって、イブが。なんで女の子に変な様子を出してるんだなんで恋愛ゲームでこんなの見るはめになってんだあんた驚きすぎて。いや、狙ってないでしょ。これ見て脅かしてやろうって。うわぁ、これつらっ。ババさんも呼ばなきゃ。姫姉様呼んでこないと。何これが噂の盗中仮装ってやつな。見たことないけど。捨ててよ。ねえ、近づけないでよ。食べられるの。じゃあ、お前が食え。うわ、これダメ。え、したことじゃないよね。ダメだって、虫は虫。え、これ虫じゃないの、もしかして。虫だよね、うん、結局虫でしょ。こういう形のキノコじゃないよね。え、やだ、後でさ、動画編集するときに多分これ調べなきゃいけないんだけどさ、画像検索したらすごいの出てきそう、うん、やだー。え、いや、君だけ、君と犬で食べてればいいよ。取らないでよ。富士もいけそうだな、これ。へいへい、へいへい。あー、ちょっと怖い、うん、これはこの辺年相だね。中2だよ。だからあれ持って帰った時のみんなの感想を見たい。桐原食ってみろ。押したり食えって。フシは普通にパクっていく、うん、ダメ。意外となんだろう、カイドウとかの反応を見てみたい、うん、これはこれは大石とか、手塚さん近すぎるでないサラダはもう生でいっちゃう。あ、おイブが焦ってるぞ。なんだ、忙しいんだ。あ、忙しい時って 100% 今のところ。あ、噂持ってんだ。チャンスか今のうちに。どう思う、イブ落とし中だからって。でもカイドウの時も、うん、カイドウ落としてて、うん、あの忙しい時に話しかけられたら今話すんじゃねえって、うん、怒られたからほっといて噂集めちゃうか、うん、あ、龍馬か。そっか、まあ、でも神尾は 100% そうだね。いや、神尾から。はい、龍馬もまあ対戦相手だからで、ね、噂らしい噂は持ってないと思うけど、左目切られたんだけど俺とか。あ、神尾くん、神尾くん、神尾ルートも面白かったよ、皆さんぜひ購入してやってみてねふと思ったんだけど、神尾とイブくんってテニスで試合でも決めた。あ、俺だよって、うん、って言うでしょうね。俺に決まってるの、絶対言うよね。実際どうだろうな、うん、スイートスポット。ああ、その前にスピードで勝負つけられるのか、うん、短期決戦かなり手こずるだろうな。あ、そっか、サーブが、そっか、すごいんだっけ。キックサーブはやったな、そういえば。ね、越前に対してみたいな。キックサーブは入手使いづら。ついこの間テニスを知った女が、キックサーブって。変な方は嫌だよね、うん。予測できないのは辛いね。反射神経を要するって。たまにこういう真面目ね。後ろって六角柱だよね。うん、なんで本人だよ。さあ、キックサーブ、キックサーブさあってイブに聞いても、何って怒られちゃう。龍馬くん、キックサーブ、ツイッターサブどっちがついてる。いるのか。あ、立花も。でもいないから、ね、これ噂言っちゃうわ。いい流れじゃないか。立花さん。聞いてくださいよって。そうだよ。さっきなんかスイカ割れてる。スイカ割れにいいところ持ってったって言ってましたよ。なんか。あー、なるほどね。新テニス部。はーい。相当嫌な思いをしただろうからね。うん、そりゃあ、一年の時からあんなね、ゴミみたいな監督がいたら、ひねくれますよ。イブはいつからこうだったんだろう。あ、
これもしかして イブじゃない可能性だってあるよ。ありえるありえる。さすがに。ああ、さすがにイブだよ。ちょっと話しかけないでくれます。返事するのがめんどくさいね。あ、イブくん、 あなたに暗い顔してるって言うと終わりだよ。たわけがある。意外とこういうやつの方が観察力あったりするしね、うん、波があるなら聞けたけど、珍しいじゃん。めんどくさがりの君やっぱ。あ、うん、長くなるようならやめてよとか。俺じゃ相談相手だ。まあ、まあ、話したところでなんという感じではあるけど、なんか女の子が人形に語りかけるつもりぐらいのさ、ね、壁に話すみたいな。あのハム太郎に話しかける主人公みたいな。あ、ね、イブ君、今日はねこういうことがあったのよ、明日はもっといいことがあるよねって。もう言うだけで満足するタイプ。確かに。まあ、これをだから言ったところでさ、イブだぜ、イブだぜ、言ってどうする。サラダならビンタボンだよ。ねえ、まだ言うか。なんだそんなこと。そんなこと。そんなこと。まあ、でもね、お父さんを亡くしてない君には分かる。分かんない。お父さんを亡くしてるかもしれないし。お父さんが虐待を受けてる可能性ある。可能性ある。そうだよ。まあそうね。両親はどうやって接してるんだい。ねえ、兄弟いるんだっけ。そうかもしれないけど。一人っ子か末っ子飛びた。意外と妹がいたりして。どうなんだろうね。コンビニの店員だったら切れるタイプだね。目に光がないぞ今更だけど。だからもう洞窟に行ったら紛れるよ。迷彩率高い。俺たちは頼りないって言いたいわけ。まあ俺たち、いやべ、タリアルは出会ったばっかの、出会ってまだ1日経ってねえぞ、うん、こんなことない。ない。余計な心配する必要ないだろう。まあそういう、そりゃそうだ、うん、今は俺たちができることは、まあ、これはね、誰に話しても同じだよね。お父さんは必ず大丈夫だとも言い切れないしさ、うん、まあ、でも立花とか結構いい出たじゃない。まあ明るくなる。昔とかも意外とね、こっちが明るくなるような、笑ってみそうみたいな感じで最初ちょっとイラッとしたけど再帰ってくださいでね、日吉は最後までうんって感じだったけど、正直日吉ファンのみんなすいません。ムカヒはね、ちょっと見方変わったわ。おいよそじゃムカヒってなったらったそんなで、イブの話をしないって全然聞いてなかった話。すまん、一生懸命話してくれてたのにイブなりにそんなめんどくさいことしたね。まあ、でも常に心を開き始めている、うん、珍しい。はーい、ありがとう。イブ君の永久凍土の心が溶けていくって。別にあったら食べないツンデレイ。やっぱ全然今まで興味なかったキャラも、うん、こうなんかどもったりし始めるとなんか可愛く見えてきてしまう、うん、原理。はーい、どうなんだ、どうなんだ、イブ？イブのファンもいるんでしょうけどさ、まあ、聞かないよね。イブ好きです、ね、イブ好きですって聞いたことないね、確かに。って言われても脳が停止するよね。イブだ。イブって誰だっけ。気持ち違う、気持ち違う。イブってあのイブだよね。で噂はなし。なし。イブキュン。そう、ちょっとずつ。あ、ダメだ、出てる。大丈夫、すいません。ちょっとさすがに空気読む、うん。あのイブに話しかけてたの。ねえ、止めちゃダメでしょ。部長として。あー、また意味のない会話を投げかけてる。あ、いいじゃん、返してくれる。イブは、あー、この話めんどくさがりそうだね。イブチョコミント派かもね。あ、そうだね、欲張りすぎ。チョコミント、それにないもの、まあ、それはそうだ、まさにそうです。それは全面的にすいませんでした、うん、あなたの言う通りです。今ないもの言ってもしょうがないし。確かにな、そんなこと言ってるから、まあ、妄想どう思う、妄想するぐらいいいか、うん、元気が出る。なめこの目さん、ハマグリのお吸い物が飲みたいっていう中3もいるぐらいなんだから、こんぐらい多めに見たって。そうだね。まあそりゃ確かにな、イブ相手にな、うん、他の人聞くまれとかだったらね、いいね、俺は何味が好きだよってなりそうだけど、イブに話すことではないよね、俺主人公も部活だよ。まあでもまだ分かんないしね、主人公は会ってたって数日だったの。そうか、確かに見た目の印象だけで意外とね、話せるやつかもしれなかったって、イブが。確かにそうだ。ここで飲む水の方が見る限り丸い文太みたいに髪の毛赤とかだったらさ、わかりやすいけど、イーブはそっか。ジャッカルに話しかけちゃいけない感じで。確かに。ジャッカルさんだって。いや、ジャッカルファンもいるよきっと。でもジャッカルが好きですって人も聞いたことない。なんで俺が文太とペアになっちゃうわけ。意外とどうなんだろうな。イーブファン多いんじゃないの。神尾の扉多かったんだよね、結構8枚、7枚8枚ぐらいあって。イブは何枚持ってた。多分あの残りの空欄考えると4枚なはずなんだけど。あ、一応4枚もで倍だよ、神尾。まあまあまあ、ごめん、何も聞いてなかった。同じくで、今流れるってように丸ボタンを押せたけど何にも聞いてなかった。あー、ジックサーブ、ジックサーブ、まあ、ジックサーブは聞いとこそうだね、そう、じゃあ一緒に、ね、イブくん、ね、イブくん、
どうやらどんなサーブなの、まあうん、まあ見せてもらうのが早いんじゃない。まだコートないのか。バウンドした後に相手の方向に向かっていやらしい、あなたが使いそうなサーブですねいや龍馬にも言えるけど、えそして危なくない、あ、ね、避けられるから大丈夫狙ってる。いやまあ相手を信頼した上でのなんていい子なんだってじゃあ堀尾に打ってみてくださいって避けられない子に下手くそなそいつが悪い。うわあ天才いたい、こういう天才タイプいるよね。グズはほっとけみたいな、ねえできないやつが悪いみたいな。いや違うテリプリだけだからそれ。テニスだから、テニスは健全なスポーツだよ。そうそう、十字架を背負って生きろとかさ、テニスで絶対言わないからまあどんなスポーツ、まあそれはそうだね、怪我もあるし。ボールも一回テニス中に脱臼したよね。脱臼したよ盛大にその場で直したけど、ね、ボレーを避けようとして、そうそう小指かなんか、あれドライブウェイだ、ドライブウェイを避けようとして地面に手ついたら、そう卓球したんで、ポーンって言ったよ。瞬間ね、うん、瞬間直して冷や汗をかくんで。あ、誰もいない。いないんだ。不動身でもいない。いない。いやマジで微妙なメンバー。じゃあ2年生同士の日吉とか行ってみようか。意外と日吉。たまにほら洋館で一緒になるしね、うん、日吉。どうでしょう。できないよこれ。かな。あーそれ、広島も一回落としたからね、この辺は。はい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 。お前はどっか行け。古武術だ。はい、みんな帰ってきたかな、探索から。いい。あ、いや、何しよう、何してんだ。料理できんのか、君。意外と。あ、でも、いい天気嫌いそうだな、イブ。いけるか。だからここにいるんじゃないか。確かに。日が当たんない。ああそりゃそうだ。ごもっともです。ごもっともですわ。まあ。でもこういうの、神尾とかも言ってきそうだけどね。ああ、うん。おい、シンジ、今日いい天気だよな。確かに。言えばわかるだろう。うん、そう言うたび言ってんだろうね。どうしてそんなこと。不動身でね、イブ以外みんな陽キャラって言うから、明るい、根が明るい感じだもんね。そのうち背後から波動拳打てないんだよ。イブ貴様ドンドンなるわ。後ろでシシドも見てるしさ、こっちを。いや、ワクワクすることあんの、イブ。なんか、ワクワクしたことあんの、イブ。聞いてないよな。ああ、うわ、きつい。言うて、こっちも、うん、あんたたちの話聞いてないんだけど。聞いてない、確かに。話しかけてる割に、ね、俺は曇りぐらいが好きだし。まあ、日焼けとかが。色白いもんね、君ね。日焼けも嫌いなんでしょ。あ、そうなんだ、曇りじゃない。ああいう話を広げるね、スマイル。結局聞かないね、こっちは。何でもいいんじゃないか。まあ、まあ、正直、確かにそこまで天気に命かけてないけど、それはさ。うわぁ、会話すらさせてくれないと。もう明日から話しかけないぞ、現実だったら。そろそろ俺に話すんじゃなかったとか考えてる。うん。うわぁ、ごめん、心読まれてたと思ってる。あの、柳のところ行ってみてごらん。きっと楽しいかもしれないよ。意外とね。それはないんじゃないのか。いや、そこは行ってないけどさ。うわぁ、でもきっと複雑な過去があるんだ、彼には。スマイルだって怒ってるよ、これ。怒ってるよ。そんなこと思ってないよ、だってほら、話したことで言うから、いや、分かったし。怒ってる、怒ってる。めちゃくちゃ早口やよ、これ、ね。そんなこと思ってないよ、怒ってる、怒ってる。おぉ、すごい強気だね。私のことも知れと。こんな主人公、すごいよな。さすが10人も落としてないね。ねえ、伊達にね。いや、分からん。本心じゃないです。分かんない。もうこの主人公がもはや怖い。この主人公は自分じゃないと思ってるから、もう。もう10人も落としたから、そう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 、もうそろそろ落とす人がいなくて。が年上から年下までね、まんべんなく。で、これほどのキャラを落とすの初めてか。カイドウもね、割とおとなしめだけど、君は恋愛すんの君。真剣にする。あ、どうだ。ダメです。いや、ダメだろうな。そんなこと聞いてどうすんのってなるもん。そりゃそうだ。新天するってあるんだ。何って、マジ。読んでごとく。そんなこと。知りたいんだ。知りたいんだ。まあ、聞いちゃった手前ね。まあいいや。イブくん仲だよってさ。あ、教えて。まあ、自分の好きなことについては話しながら心理を利用していこう。もっと大勢いたんだ。あ、じゃあ、なんかゴミみたいな先輩たちは。けど、先輩のいじめや。やだよね。そりゃやだよ。俺たち頑張って強いのに出れないってのもひどいしさ。
うん。そんな時、それはひねくれるよ、こんな。転校してきて。よかったね。今の部を飛び出して。旧テニス部もあんのかな。作ろうって言ってくれた。いやー、どうだろうね。俺たち、あんのかな。それを聞いた旧テニス部がテニスコートを担当の先生が、ってるから、上級生だから、まともに練習もできないとか。うん、それでなんか 20.5 巻見たら、だって不動峰のメニューさ、うさぎ跳びとかさ、なんかひどい原始的なメニューばっかだったから、まだ苦労してんのかも。あー、立花に殴られた先生、今頃、脳震盪で入院中なんじゃない右目がって。ね、右目が。秋の新人戦には出られなかった。立花殴られた、石田に殴られたらもう絶命だよね。いや、俺の兄ちゃん呼ぶのだよ。俺のパンチは108式まである。どれ、100式から様子を見よう。全部、殺しに来てる。だから、高さを死にかけたからね。頭が上がらない。あ、ごめん、聞いてなかった。まあ、要するに頭上がらないんじゃない。立花君大好きだもんね。え、あ、立花君のように振る舞っていこう、この実況では、うん、絶対に切れない。神尾のように、神尾のように、全てをなんかポジティブに開きして、そうそうそう、で、立花のように仏のね、うん、愛で包み込むという。難しいな、疲れそうだ、気疲れしちゃうよ、この合宿が終わる頃には。さーてと、あ、いうんだ。まあ、いっとくか。まあ、秋広い、またなんか、一言も話すんじゃねえぞとか言われそうだ。まあ、広い、そう。まあ、そろそろ、あんたも心を開いてくれるかな。しかし、初対面の人はあんたってやるね。一緒にやるか。おぉ、おぉ、だんだん許してはくれる。嫌ではないのか。うん、めんどくさいってだけで、心から嫌ってわけじゃないのか。あれ、一人が好きだけど、孤独は嫌い。ああ、めんどくさい。そういうこと。あ、知ってんだ。ミーティングで言ってんのかね。あの、最初は声だから拾っていきましょうみたいな。あ、そうだ、また臨海学校の話か。岐阜の臨海学校とかって聞きたくねえんだ。確かに。休んでたとか、ね、あれ、ありえるな。行ったんだ、えらいね。夜に花火。あ、なんかかわ。普通に小学生男子だったわ。無許可、無許可。ああ、やるじゃん、夜じゃん。え、不動明ね、国公立だよね。小学校の時。ロケット花火。ロケット花火やったろ。線香花火派だと思ってたわ。神尾が俺にロケット花火を向けてきたね。あら、いや、見つかるだろ。意外とでもやってること陽キャラじゃん。見つかったんだ。まあ、見つかる。ロケット花火やって見つかんないバカいないと思う。見つかんないわけないよね。先生がどんな無能なのか。動画ずれて、先生たちの部屋の窓。あー、最高なんだけど、その様子教えてよ。思い出した。あ、逆にこっちが腹立てる。お前は大物だよ。反省の色なし。逆に怒らないことあるか。それはそれだけ派手なことやろ、ね、怒る。たわいない。そりゃそうだ。しかも先生の部屋にぶち込むってかなり上級者だ。いや、まあ、自分のね、立場も分かってんだね。林間学校こんな小学生相手によみたいな。怖い怖い。あ、聞いてくれたじゃん。興味なさそうなのに。あ、なんだっけ、野球先生もなんかクソまずいカレーが出来上がったんだっけ。あ、失敗しましたよ。失敗しましたよ。野球そんなエピソードで細かそうなんです。あ、まあありきたりだね。確かに覚えてない。正直修学旅行なんて覚えてないな。理解過去か、覚えてないよ。はーい、よかったな、まあ、集まったね。 いっぱい運んでくれるのかな、イブ君が。ほらほら、やるじゃん。そこは信じて。一応男の子を見せてくる。ああ、まあまあ自分が優位な立場にいたいのかな。男だから、俺ね、こんぐらいはやってやるから、みたいな。あとで噂広められても嫌だし、みたいな。あ、噂が。でも意外とな、どうする、ま、外では言っといた方がいいか。話すんだよね、外行くと。昔話とか、お互いの話を。結構は多いな。多いね。抜けてるっちゃ抜けてるけど、まだ夜のターンもあるし、大丈夫かな。さすがに立花の噂ではないと思うけど。そうだね、まだね。まあ、イブ行っとくか。行くか。難しいよね。意外とさ、何のアイコンも出ない日に重要なイベントが来たりするからさ、このゲーム。難しい。記憶が飛んでるんじゃない。そうだけど。2連続で。スケジュールミスだろこれ。乾と柳のミスだろ。配分が、あ、さらに遠くに行くのさっき全部拾っちゃったからね。あー、お、でもイベント発生か、これは。どうだろう。
なんか来るかな。かな。蛇ぐらい出てきても。まあ、またさ、変なさ、途中仮装とか出てくるんじゃないの、イブルート、これから。わかった。イブ好きはきっとグロいの好きだろみたいなスタッフの謎の配慮でさ、あんじゃないの。最終的に洋館だっけ。そうだね、洋館ルートだ。1、2年ばっかの洋館ルートだ。シブが火の海から守ってくれるのか。声張り上げることないよね。危ない。今回イブがどこまでテンション上がるか見ものだよ。無限の密室。映画無限の密室。うーわ、好きそう。キューブだ、キューブ。あー好きそうね。そうだね、そっち系の。そう、それ見たんだけど。見れんの？年齢制限ないの？当時は大丈夫だった。14歳でしょ君今。そうか、当時はか。え、面白かったの？映画自体は面白かった。はい。ただ隣の客が。なんで？怖い、それ狙われてるよ。イブくん。イブがなんか言ってない。そんなありえねえよな。これ犯人これじゃないのかな。そうそうそう、はいはい、それ狙うわ。退出退出。ああ、あブツブツ。そうだね。ネタバレって。そうだね。それはそれはつまみ出すわ。俺だって怒るわそれ。ねえ、それ怒るわ。ああ絶対そうだよ。それは全面的に君がいける。 君で人のこと叱る。多分筋合いないよ。カイドウがいたらブチ切れる。切れんね。カイドウ真田切れるね。わけが黙らんか。そうだよ。でも話しかけづらいしね。やめてくださいって声かけるにはなんか怖いタイプらしい。あんたは何か見た映画。さらっと流す。話そらしやがった。何か見た映画あるの私が。合わせる。うわ、あんなジェス。これってホラーなのかな。これカイドウが見てたやつじゃん。こう東京の一番長い夜は。で多分特撮は多分イブはあんまり好きそうじゃないから。全然知らないけどね。あれなんか白色ぶってあんな人生の場合とか。これ神尾だよ。神尾だね。神尾立花イブぐらいは。あそうだね。あんな人生か何だろう、ホラーなのかなんかよく分かんないけど、あんな人生なんかのパロディだとしたら、うん、ホラーっぽいっちゃホラーっぽいタイトルかね。まあ、あんな人生の場合です。あそれ何それ。何、うん、知らない。あラブロマン。あっちゃやっちゃったやっちゃった。これ最低な選択肢だよこれ。ふーんじゃあ、あでもまあ上がるね。 0.5。まあ、外れではなかった。そう、よかった。まあ、特撮が大外れなの。そうだね、危な。そろそろ時間です。なんでラブコメディかよ。絶対見ないわ、私。なんで恋愛系やってんだって話だけど。制作者がもっと分かりやすい態度にしてくれ。本当だよね。女の名前つけときゃさ、ラブロマンスって分かりづらいよ。あんな人生の場合ってさ、他に何パターンあんねんで。あ、いないね。